三連光の一切が目に留まらず、未だダッシュの誇り消え去らぬ心あたりからであった。なるほど、俺が教えたことだった。人の手により出血するのはいつ以来のことか。この俺を相手取り、同じ手を二度も。確かにな、100キロを大きく上回る俺をアスファルトを削りながら押し、小経験の理想形。何から取り入れる？何を真似る？より強き者の戦闘法から学ぶ小経験。これより強いのは知らんものだよ。虚空に向けて放つ直撃、はっきりと視覚に捉えられるようだった。力強く自然で美しかった。本人が本人を真似る。それをお父さんに教えなきゃ。いつ以来のダウンだ。認めていた。よくやった。撫でてやる。来なさい。遠慮するな。来い。喧嘩だぜ。マミ、これって。来なさい。撫でてやる。今さ、父親から褒められるという当たり前、抜け落ちたまま過ぎ去った18年だった。もういい、どうでもいい。あの手のひらに撫でてもらえるなら。どっちが勝つかの喧嘩だから、どっちが強いかの比べ合いだから。あまり立ちらしゅうて言わず語らず、少年は本質を心に刻んだ。強さの最小体験。それらの解説は全て意思を通せる。は善でもない、悪でもない。そもそも耐える必要がない。子は痛みによるメッセージを教育として実感する。多少は楽しめたな。なんという夜だ。貴様を幾度も思った。関係ねえんだよてめえは。すっかんだろ。トムから放たれたこの言葉、分かることもある。叱られた。
ピクル生誕1億4550万年社会を学ぶ。お見苦しいと思う。付き合おう。父親として受けて立つ。人は例外なく発する。 0.5 秒前のお知らせ。ああ、そうだ。俺が教える。攻撃を繰り出す5秒前から俺が自らカウントダウンしよう。5 4どんなゲームだ。1最速のバッケン。噛み砕く虎のアジトになぞらえたヒギ。親父は今確かに俺の下にある。予測ができない。親父ごめん。いかにも俺らしい不細工なんだ。俺の親父すげえだろ。俺がハンマーバキがしょんべん漏らすほど強えんだ。手段を選ばず勝ちを拾う。おお、しっかりでっかりでクロスカウンター。よし、いいだろう。なんだ。息子バキ、退屈で埋め尽くされた俺の生涯に。やる気か、あれを。生きろ。良き夜をありがとう。全てを出し切ったって勝てるわけはない。もういいや。もう十分だ。続けるか。通じないことは百も承知。親父、俺としても誰も迷ったか、ハンマユイチロウ。変わらん。我が子相手にテコ取る我が子バキちゃんや。あ、はい。勝てるぜ、お前。消えやがった。懐かしい面を見て思い出しちまった。親父の得意技だ。半回転数使用せし狂気の名は我が子。今まさにぶつかろうとする角、ガラスタイヤにどれもこなしている。事前に弾き、俺は回復しつつある。
人、退屈してはいない。退屈を嫌い、国内、国外、地球の裏側、果ては北極にまで、な近くに。近くどころか。その通りだ、近くどころではない。地上最強の親子喧嘩、家庭内不安、子を持つ親。これを持って締めとする。掴んだ力を打ち込むのだ、掴んだ力を差し込むのだ。拳の配置は体に効け。忘れぬものだ。打ち込むことだけに集中しろ。通用するもしないもない、思う必要すらない。私に当たる父親の確かな感触、打ち返されてるのか。さあ抱きしめるようにね、打ち込むんだ。巨匠半間裕次郎会心の作、豆腐のお味噌汁を。おい、できたぞ。起きろ。前代未聞、空前絶後のエア夜食。よしやがれバカ、親父でいい。うまい。ちょっとしょっぱいけど。くだらん。そう。ここがタブナイガイジだ。救われたな。その通りだ。思い当たる節がある。あの味噌汁は少ししょっぱい。認めるのが嫌でごまかしちまった。嘘をついちまった。貴様はこの俺を。地上最強を炊事場へ立たせた。ここに地上最強を名乗れ。我が認めた、バキの最強を認めた。ハンマーバキは地上最強だ。決着の際、どちらが高みに立っているのか見下ろしている者こそが勝利者。親父の言葉だ。あなたは確かに俺を見下ろし去っている。あの時俺は殺されていた。争えない事実、俺の負けです。どんな決着だ。確かに放った地上最強の息子からの決着の言葉、勝負あり。各々が共に己にとっての最大を差し出した。いい気なもんだ。治ってやがる。地上最強の親子喧嘩、ここに終了。